UEFA 欧州選手権1968 UEFA 欧州選手権1968は欧州サッカー連盟の主催で1968年に開催された欧州選手権である。今大会から従来のネーションズカップから欧州選手権へと改称された。前回まで参加を辞退していた西ドイツ。 スコットランドを含めた31の国と地域が参加して行われ、文字通りヨーロッパの覇者を決めるにふさわしい大会となった。予選を勝ち抜いた4カ国が参加して、イタリアで決勝大会が行われ、地元のイタリアが初のヨーロッパ王者となった。UEFA 欧州選手権1968決勝大会進出国予選は、 1966年から1968年にかけて行われた。31カ国を8つグループに振り分けたグループリーグがホームアウェイ方式で行われた。勝利には勝ち点2、引き分けには勝ち点1、敗北には勝ち点0が与えられた。グループリーグの1位通過国だけが準々決勝へ予選通過することができた。準々決勝も同じく ホームアウェイの2回戦制で行われ、勝ち残った4カ国が決勝大会へ進出することができる。チーム1 v チーム2、チーム1 v チーム2、チーム1 v チーム2、チーム1 v チーム2再試合、チーム1 v チーム2、ありがとうございます。